今日はね、このヒトスタジオデラックスね、まあ、オープンということで、おめでたいね、ことが続きまして、誕生日もありましたし、そうですね、改めてご紹介しましょうね、はい、新婚さん、いらっしゃい。このやっぱり仲間同士でみんな一緒っていうのもなんか一人だけじゃなんか心強い感じあったんじゃない今日。そうですね、やっぱりそれが一番強かったですね。ね、じゃあどうでしたか。まあ嬉しかったです。嬉しかったって、ね、ちょっと聞いてみましょう。実はね、はい、今日 VTR がね、撮ってあるんですよ、はい、その VTR ちょっとね、見てみたいと思いますね、はい、披露宴の昼間のご披露宴の模様でございました。はい、はい、赤坂の比叡神社でございます。はい、神妙な顔してんね、みんな。やっぱね、皆さん、和服でなさったのね、お着物で。なかなかのもんですよ。あ、もうだいぶリラックスしてらっしゃいますけれどもね。もうリラックスしすぎちゃったって方もいらっしゃいましたけどね。はい、はい、はい、実はですね、後ろの方にね、さっきからもうね、親族の方がスタジオにもう目いっぱいいらしてるんですよ。ねえ、はい。あ、今度はもうガラリと、あらららららら、子連れだな。お、あれ、どうしろ、持ってきてたのかい。そうです、そうです。内緒にしてたね。いえいえ、そうです。お名前なんとおっしゃったの。達也君。おいくつ。なるほどね。よかったですよ、はい。まあ、とにかくね、吉村さん、はい、こうやってね、後ろにずっと親族の方いらっしゃいますね。最後さ、おめでとうございます。あの、ほら、花束贈ってあるじゃない。大変な数になったんじゃない、お母さんに花あげるときなんて。ね、間違いなかった。大丈夫だった。よそのお母さんに花あげちゃったなんかして、ね、ちょっとね、じゃあ、奥様紹介してくれる。妻の悦子です。妻の美智子です。妻の玲子です。玲子さん、妻の清子です。妻の清子さん、おめでとう。妻の里美です。里美さんですよ、はい、どうぞもう一度温かいご支援をお送りくださいませ。ね、末永ご支援をなさってください、はい、じゃあ奥様、はい、前に座って。じゃあね、吉村さん、はいはいはい、今のね、ラッツにぴったしの歌がございます、はい、ね、これを今日は目いっぱい歌ってもらいましょう。はい、はい、はいはい、マイクを全部用意しましょう、はい、はい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 、ね、なんていう曲ですか。マドンナはお前だけです。はい、お願いします。ラッツ&スターマドンナはお前だです。
初めて好きさと通じた日は夏の嵐が夜のように揺れて沈んで幸せになってください。はい、ね、でも自分のことのように嬉しいね。嬉しい。